写真には一人で歯ブラシを持つ勸玄君の可愛い笑顔が写っていて、カンカンお久しぶりと呼びかけたり、今日も可愛い、毎日癒されてますなどの反響があり、すっかり人気者です。歌舞伎役者で俳優の当時11代目市川團十郎さんが6月16日に市川海老蔵インスタグラムでベストショットオブザデイと題して写真を1枚投稿しました。この日はお散歩、勸玄はお部屋なりとして親子で散歩したと報告されています。そしてボタンさんの笑顔で走る姿などを披露されています。妻のフリーキャスター小林真央さんとの間に2013年3月22日に生まれた第二子の長男勸玄くん2歳の様子です。一方ではカンカンベリーキュート、かっこいいんだけどやっぱりかわいい、イケメンの子はイケメンに育つんですねと称賛が寄せられており、歌舞伎役者の息子としての片鱗を感じさせています。お母さんどこに、お母さんにどんどん似てきた、スタイル良くてますます真央さんに似てきましたねなど多くの声が寄せられていました。勸玄くん2歳当時の歯磨き姿なのですね。本当に可愛いですね。今可愛さはそのままに立派に成長されています。ますます楽しみですね。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。